なんだここ、田舎の町工場じゃないか。それが取引先に対する言葉か。俺は眉を潜めた。しかし相手は、そんなことには気づかず、横柄な態度を取り続けている。町工場だと舐められたままでいいはずがない。こっちにだって考えがあるんだ。俺の名前は宮本翔太。35歳で、父の経営する工場で働いている。父は引退を考え始めているようで、それまでに俺に全てを叩き込むという。おかげで俺は、今は次期社長として、経営に関しても勉強しているところだ。取引先との商談も、今はほとんど俺が担当している。うちは機械の部品を作る工場なのだが、父が作った部品が特許を取っているのだ。俺も父に続こうと日々開発に励んでいる。この特許部品は生産数が限られていて、今は業界1位の大企業が独占している状態だ。ただ、この大企業の担当はなかなか横柄な態度で、うちを見下しているのが透けて見える。この間も担当者の河合が、これだけ大量発注しているんだし、もう少し安くなりませんと言ってきた。その話は何度もしている。そう言われましても、うちの工場で生産できる数は限られていますし、大量生産ができるわけでもありません。定期的に発注していただいているのはありがたいのですが、これ以上はちょっと。と、俺は言葉を濁しながら言った。すると、河合はわざとらしくため息をつく。はあ、こっちも上司から言われてるんですよね。今似たような部品を海外メーカーと商談しているところなんですよ。でもやっぱり国産の方が聞こえがいいでしょ？だからお宅に頼んでるだけで。削減しようと思えば、うちはいくらでも削減できるんですよね。つまり、うちとの契約を切って海外メーカーと契約をするということか。いや、国産にこだわっているこの会社が海外メーカーと契約するのは考えにくい。契約の打ち切りをちらつかせ、単価を下げるように要求しているのだ。それでも俺は首を横に振る。これ以上の値下げは無理です。とはっきり言うと、河合は諦めたようだ。うちの特許部品を使って業界1位をキープしているのだから、少しくらいこっちにも感謝してほしいものだが、河合にそんな気持ちはないだろう。では、今度の新しい部品についてですか？と河合が切り出す。これは、俺が開発した部品を紹介したところ、河合の会社が興味を持ち、商談したいと言ったのだ。72億という大きな商談になるので、担当は河合ではなく、その上司が来るという。先方も、この商談はかなり重要視しているようで、上司がまず、うちの工場を視察したいと言っているそうだ。そして視察の当日、俺は工場の前で待っていた。すると、河合の車が入ってくる。俺は会釈をして車を誘導した。そこから降りてきたのは、河合と河合の上司だ。俺は挨拶をしようとしたとき、上司の方が、なんだここ、田舎の町工場じゃないか。という。俺は耳を疑った。河合は慌てて、奥田部長、何言ってるんですか。と小声で言う。こいつの名前は奥田というらしい。さすがに河合は、特許部品を取引していることを分かっているので、言い過ぎだと思ったのだろう。奥田は河合に向かって、商談だから来たのに、こんな田舎の町工場じゃ話にならん。と怒鳴った。河合は青ざめる。俺は存在を無視されていることに苛立って、田舎の町工場って、うちのことですか？と言った。すると奥田は、他にないだろう。あんたは。と言ってくるので、俺は名刺を渡して、自己紹介をした。商談は、私が担っています。と言うと、奥田は、は、ずいぶん若いな、と、俺を見下す。河合は慌てながら奥田に向かっていった。翔太さんは、ここの宮本社長の息子さんで、次期社長ですよ。河合も、いつも俺のことを見下す態度をとるが、奥田はそれ以上だ。河合が驚いて止めに入るくらい常識がない。こんな奴でも、大企業の部長になれるのか、と思ったが、大企業の部長だからこそ、うちみたいな工場のことを見下すのかもしれない、とも思った。奥田は、河合の言葉を聞いて笑い出す。次期社長、それまで持つのかよ、この工場。社長になったとしても、こんな工場じゃ恥ずかしくて社長だなんて言えないな。奥田は大笑いをし、俺の肩にポンと手を置く。気安く触るな、と思ったが、さすがに言葉にはできず、その手を振り払っていった。そろそろ商談に移りませんか。河合もその方がいいと判断したのか、奥田に、そうしましょう。という。しかし、奥田はそれを拒否した。だから、こんな田舎の町工場となんて、誰が契約するんだよ。途中で倒産したから生産できなくなったなんて言われたら困るんだよ。河合は何も言わなかった。河合も奥田と同じ考えなのかもしれない。うちの工場を馬鹿にされていることに、俺はだんだんと腹が立ってきた。では、商談は中止ですか？俺がそう言うと、奥田が口を開いた。ずいぶんと生意気な口を聞くんだな。それを決めるのはお前じゃない。俺だ。そこへ、工場の中から父が出てくる。父の表情は硬く、普段しないような顔をしていた。俺がなかなか工場の中へ案内しないのが気になり、出てきたようだ。どうかしましたか？と父が声をかけると、奥田は父に向かって、なんだあんた。こっちは話中なんだよ。とっとと消えろ！と言った。その瞬間、怒りをこらえていた父の顔が表変する。奥田の声は大きいし、おそらく父には今までの会話が聞こえていたのだろう。それでも、感情を抑えて声をかけたというのに、今の奥田の態度で、堪忍袋の緒が切れたようだ。俺が、弊社の社長です。と奥田に言うと、奥田は笑った。は、みすぼらしい社長だな。まあ、こんないつ潰れるかもわからない工場の社長じゃ仕方ないか。そこまで言うか。取引先だということを奥田は忘れたのだろうか。もしかしたら奥田は取引内容を知らないのかもしれない。どう考えたもうちの工場を見下している。俺も腹を立てているので、申し訳ありませんが、商談は中止させてください。と言い放つ。はあ。という奥田と、おろおろとする河合。そこに父が、あんた、うちが取引先だと分かっていないのか？という。河合が慌てて口を開こうとしたが、それよりも先に奥田が言った。それがどうした？こんな工場は、うちが取引をやめたらすぐ潰れるだろ。やっぱり、奥田は何も分かっていないんだ。奥田さん、まずいですよ。と、河合が止めるのも聞いていない。そこで、父が言い放つ。御社の今期売上1位の商品で使っている特許部品、使用中止な。うちを馬鹿にする奴なんかに使用させるつもりもない。普段は温厚な父がこんな風に言うなんて、やはり相当怒っているようだ。奥田は、え？と言って河合を見る。河合は、青い顔で父の前に行き、頭を下げた。申し訳ありません。どうかそれだけは。俺は河合に向かって、ちょうど今月末で契約が切れますので、そこまでの納品はお約束します。それ以降は契約更新しませんので、以前おっしゃっていた海外メーカーにでも乗り換えたらどうですか？国産にこだわっている御社が海外メーカーを使うなんて、ユーザー離れするかもしれませんけど、少なくとも、もううちの部品は使わせませんので、と一気に言った。そこで、ようやく奥田は理解したらしい。おい、かわいい。あの特許部品ってまさか。奥田が顔色を変えて河合に言うと、河合はうなずいた。俺は奥田の前に出る。うちの特許部品があったから、御社の商品が売り上げ1位になったんですよね。うちの部品がなければ、他社と同じ製品しか作れない。そんな取引先のことを知らずに、一方的に見下すなんて、あなた本当に部長ですか？奥田は顔面蒼白のまま俺を見た。俺は河合の方へ向き、それに河合さん、あなたも普段からうちを見下しているのが透けて見えるんですよ。海外メーカーに似たような部品の商談をしてるって言っていましたよね。まさか、うちに値下げさせるための嘘、なんていうことはありませんよね。というと、河合は目をキョロキョロさせている。そこで父が口を開いた。うちは見ての通り、小さな工場です。特許部品は御社へ納品する分しか作れません。でも、御社への納品がなくなれば、他の企業と取引ができます。奥田と河合は顔を見合わせて。お前、どうしてそんな重要なことを言わないんだ？私は言いましたよ。奥田部長が聞いていなかっただけじゃないですか。と、言い合いを始める。俺は、わざとらしく咳払いをし。喧嘩なら外でやってくださいね。邪魔なので、早く車を動かして出て行ってください。と言うと、河合が慌てて俺を止めに来る。翔太さん、ちょっと待ってくださいよ。奥田の失言は謝ります。さらに、上の者にも報告しますので、どうか考え直してください。俺は、河合のことを鼻で笑う。はっ、あなたの態度も、奥田さんと同じでしたよ。父もうなずいた。そうだな。あんたたちの態度には呆れたよ。温厚な父は相当我慢してきたが、ついに切れてしまったようだ。俺はさらに続ける。私は取引先というのは対等な立場だと思っていますが、あなたたちにとってはそうではないんですよね。自分たちは大企業だという自信を持つのは構いませんが、だからといって取引先を見下すのはどうなのでしょうか。取引も商談も中止ということは、あなたたちが招いたことですからね。きちんと上に報告したらいいんじゃないですか。河合は情けない顔ですがりつく。そんなことは言わずに。そこへ奥田が口を挟んだ。今までうちが継続的に取引をしていたから、この工場がここまでやってこられたんじゃないのか？さすがに全ての取引中止というのはやりすぎでは？俺と父は顔を見合わせため息をつく。だから、特許部品を使いたいという他の企業がいますので、うちは別にオタクと取引しなくても問題ないんです。嘘だと思うなら取引中止した後のうちの経営状況をよく見ていてくださいよ。俺がそう言うと、奥田はさすがに何も言えなくなったようだ。しかし、一向に動こうとしない二人に、痺れを切らした父が怒鳴った。さっさと出て行け！警察呼ぶぞ！河合は、と小さな声を出し、慌てて車に乗り込む。置いていかれそうになった奥田も、発車寸前の車に乗り込んだ。車が去ったのを確認し、俺は父に言った。あの話、進めるよ。すると父は、俺を見てうなずく。俺は以前から何度か足を運んでくれている中小企業の担当者へと連絡をした。特許部品を使いたいと言われていたのだが、生産数が確保できず、商談へと至っていない案件だ。担当者は喜び、すぐに商談に来た。しかも、新しい商品を作りたいから、部品を作れないかとお願いされ、協力することになったのだ。奥田の会社との契約が切れなかったので、他の企業との商談ができなかったのだが、ちょうどいいタイミングで契約も切れた。父も、こんなことならもっと早くあの会社との契約は切ればよかったなぁ、とつぶやく。河合から泣きながら何度も連絡が来たが、考えが覆ることはありませんので、と突っぱねた。すると、奥田の上司という人が訪ねてきて、いきなり土下座をしてきた。しかしこっちも忙しいし、構っている余裕はない。御社との取引はすでに終了しています。海外メーカーと商談されているようですし、どうぞそちらとの取引を進めてください。今までありがとうございました。と、最大限の敬意を示してお帰りいただいた。その後、奥田の会社では海外製の部品を使うことになったようだが、ネットの評価は目に見えて下がっていった。性能も下がり、故障することが増え、問い合わせの電話が殺到しているという。河合からまた連絡が来て、どうか商談の機会をいただけないでしょうか。本当に困っているんです。と言って内情を話してきた。奥田は降格し、部品を調達すべく走り回っているが、評価が下がっている会社とは取引したくない。と言われ、取引先も見つからないそうだ。河合はうちを説得するよう上司から言われているようで、取引してもらえないと私も減給処分でボーナスもカットされるんです。と言ってきた。俺はそれを鼻で笑う。はっ、情に訴える作戦ですか。だったら手遅れですよ。あなた、自分が今までどういう態度をとっていたか分かってます。すると、河合は声を震わせる。それは、大変申し訳ありません。河合はその繰り返ししか話さないので、俺は呆れて電話を切った。俺は新しい部品の開発に時間を割き、ついに中小企業へ納品する部品が完成。特許部品と合わせて使えば、今までよりも効率のいい商品ができるはずだ。中小企業の担当者は喜んでくれ、すぐに商品の製造工程を組み、発売に向けてのプロモーションを始めた。大々的に広告を打ち、うちの社運がかかっていますという担当者のため、俺たちも急ピッチで部品を製造し納品したのだ。3ヶ月後、異例の速さで商品の発売にこぎつける。広告の効果もあったのか、この商品が爆売れした。うちは生産ラインを増やすことを決意し、人を増やし、中小企業と二人三脚で売り上げを上げる。すると、すっかり忘れ去っていた奥田から連絡が来た。今更何の用だと思ったが、まあ予想通りの内容だった。生産ラインを増やされたそうですね。でしたら、ぜひ弊社ともお取引を。今までにない、なんとも低姿勢な口調だった。どこから聞いたのか、うちの状況を知っているようだ。でも、こんな会社と取引する気は二度とない。お言葉ですが、生産ラインを増やしたのは、御社と取引するためではありません。うちの部品を使った商品で、業界1位を取った御社が、うちの部品を使った中小企業の商品に、業界1位を奪還されたお気持ちはいかがですかと聞くと、奥田は、それは、と口ごもる。それでも奥田は、私は一般社員に降格となりましたが、それでも御社への恨みはなく、今でも御社と取引したいと思っているんです。と、妙に熱弁してきた。俺は笑う。そうですか。うちのせいじゃないのに、恨まれたらたまったもんじゃないですけどね。あなたの目的は特許部品の取引ですよね。成功したら部長にでも戻れるんですか？あなた自分のことしか考えてないですね。そう言うと、奥田は言葉に詰まったので、おそらくそんなところなのだろう。わかりやすい人だ。奥田が何も喋らないので、俺は続ける。あなた、自分が何を言ったか覚えてないんですか？そうやって人によって態度を変えるのはどうかと思いますよ。うちが特許部品を納品していなかったら、見下してくるだけですよね。そういう態度が自分に返ってきただけでしょ。自業自得だと思って、今の立場を受け入れたらいいんじゃないですか？すると、奥田は慌てた様子で、困ります。ここで一発逆転しないと、我が社は潰れるかもしれません。そのためにも、ぜひ御社の特許部品を、と言ってきたので、俺はもう一度笑った。そんなこと、うちには関係ありませんからね。うちは失礼な取引先との契約を更新しなかっただけで、全く非はないですし、その取引先がどうなったからと気にすることもありません。あなたたちのやり方を考え直すチャンスじゃないですか。お互い頑張りましょうね。そう言って電話を切った。その後、奥田の会社は日に日に経営が傾いているようで、新商品を出す体力もないようだ。今までの商品も部品が変わったことで、売り上げは低迷。いつ潰れてもおかしくないだろう。奥田の言う一発逆転も不発に終わったようだ。うちは中小企業とのタッグで売り上げを伸ばしている。父も、これだけ忙しくなったら引退はもう少し先かな。というので、俺は笑って、そうだね。と答えた。父と一緒に仕事ができることを誇りに思っている。これ、なんとかなんないの？不機嫌に言うのは二代目社長。相手の要望は契約金を下げること。しかし、どう考えても無理なのだ。何度説明しても分かってもらえない。だったらもういいわ。ため息をつきながらそう言われ、俺は猛烈に腹が立ってきた。今に見てろよ。俺の名前は坂下。40歳で IT 企業の社長をしている。10年以上前に立ち上げた会社で、システム開発やホームページの制作が主な仕事だ。中でも、うちの企業の売り上げの大部分を占めているのはオンラインショップだ。従来のものとは違い、ホームページの作り方に特徴があって、高齢者でも直感的に操作ができる。企業間取引に特化したオンラインデパートみたいなものを作り上げた。誰でも気軽に参加ができるので利用者も増えてきている。市場規模は1兆円といったところだ。この技術を提供しているのが地元の特産品を使った食品を扱う企業。ここの社長は俺が会社を立ち上げた時に初めて顧客になってくれた。最初はホームページの作成を頼まれたのだが、いろいろ仕事を任せてくれるようになり、信頼関係が成り立っていた。そこで俺は仮想空間を使った商品販売を提案したのだ。すると、今までにない客層から注文が入るようになり、社長は大喜び。自分では考えつかない方法だと感心してくれ、ウィンウィンの関係を保っていた。しかし、高齢だった社長は、ある日、自宅で倒れてしまったそうだ。命に別状はなかったのだが、社長を引退することになったという。後任は、当時専務だった森山に決まった。俺はこの二代目社長である森山とはあまり話したことがなかった。初めて森山から仕事の連絡が来たのは契約について見直したいという内容。商談に行くと森山は、これなんとかなんないの？と俺を見下したような態度で迫った。契約金を下げろというのだが、これは相場よりかなり安い金額だ。前社長にはお世話になっていたから格安で仕事を引き受けていた。だから正直なところ値下げには応じられない。むしろ値上げしたいくらいだ。すると森山は、ちょっとパソコンいじるだけでこの金額？ボロい商売してるよな。こっちは汗水流して働いてるっていうのにさ。と言ってきた。その言い方にカチンとくる。でもなんとかこらえた。森山は俺が言い返さないのをいいことに、あんたみたいな下請け、うちの契約がなくなったらやばいんじゃないの？こっちの要望聞いた方がいいと思うけど。とニヤニヤしながら言ってくる。俺は懇切丁寧に契約内容を説明し、これ以上値下げができないことを伝えたのだが、森山はだるそうに頬杖をつきながら聞き、だったらもういいわと言った。もういいというのは、俺は無性に腹が立っていたが、なんとか口を開く。すると森山は勝ち誇ったように言った。オンラインでの出品ってもう目新しくないよね。これもう数年やってるけど利益が実店舗と変わらないし。実店舗では家賃や光熱費がかかるが、オンラインショップはほとんど維持費がかからない。だからもっと利益が出てもいいだろうという考えなのだろうが、手間をあまりかけずに実店舗と同じだけの収入があれば十分じゃないだろうか。もっと話題になるようなことしないとさ。俺が社長になったんだから、今までとは違うことをやらないといけないんだよ。森山が何を言いたいのかわからず、つまり？と聞き返すと、森山はにやりと笑った。時代錯誤の下請けは用済みってこと。今、時代錯誤の下請けって言ったよな。取引先に向かって言う言葉か？森山の神経が信じられず、ポカンとしていると、森山はパンフレットのようなものを出した。最先端のベンチャー企業に乗り換える。そのパンフレットは、どこかのベンチャー企業のもののようだ。まじまじと見て俺は口を開く。ここと契約されるんですか？森山は大きくうなずいた。そうだ。ここの社長、まだ20代らしいぞ。若いのにしっかりしててな。契約金も破格だから、こっちに乗り換えようと思うんだ。きっと、森山は何も分かっていないのだろう。俺はもう諦めた。わかりました。前社長にはお世話になりましたが、今後の取引は中止とさせていただきます。前社長によろしくお伝えください。そう言って頭を下げると、森山は笑い始める。わかったわかった。まあせいぜい頑張れよ。と、上から目線で俺を送り出した。このまま取引を続けていても、うちにとってプラスになることはないだろう。だったら、思い切って契約を切ってよかったと思う。それに、あのベンチャー企業って確か。その後、俺は別の取引先にオンラインショップの提案をしに行った。反応は様々だったが、いくつかの取引先がぜひにと言ってきたのだ。あの会社にかけていた時間がなくなったので、その分は他の取引先に回せばいい。それに、値下げをしない分、こっちの方がうちとしては儲かるのだ。中でも、イベント企画会社が乗り気で、オンラインでのイベントを企画したいと、かなり大規模な契約になった。しかも、オンラインでのイベント会場で、いろいろな店を出したいとのことで、取引先の食品メーカーを中心に話を進めることになった。俺は今まで以上に忙しかったが、その分、かなりの収益を上げることになったのだ。イベントが成功すると、他の取引先や新規の企業からも出店したいと問い合わせが相次いだ。あの森山じゃなく前社長だったら、ここで大きな利益を上げていただろう。そう考えると残念だったが、時代錯誤の下請けとまで言われて取引をするつもりはない。前社長への恩はもう返し終わっただろう。これからは森山が経営方針を決めるのだから、うちは縁を切る。そういえば、あのベンチャー企業との契約はどうなったのだろうか。ふとそんなことを思い出す。あの取引中止をした日から1ヶ月ほど経った頃、アポなしの訪問者がやってきた。坂下さん、お客様ですが、どうしましょう。うちの会社も仕事が増えたので、何人か人を雇ったのだが、その新入社員が声をかけてきた。俺が出て行くと、そこにいたのは森山だ。眉をつり上げて腕を組んでいる。何か起こっているのだろうか。ご用件はと聞くと、話があるとブスッとした顔で言う。仕方なくミーティングルームに通した。すると森山は、この金額で何とかしろと言ってきたのだ。は？わけがわからない。その提示金額は以前の契約金よりもはるかに低い。何をしろと言うんですか？と聞くと、うちにあるのは過剰在庫だけ。他は何もかも失ったんだ。だからこの在庫を売って事業再生を行う。と言ってきた。そこで俺はおおよその見当がついた。俺は鼻で笑う。もしかして、あのベンチャー企業にやられたんですか？そう言うと、森山の目が泳いだ。最先端のベンチャー企業ですか。なんとも危険な言葉ですね。俺が言うと、森山は眉を潜める。ベンチャー企業は確かに割安かもしれませんが、内容をきちんと調べないのはどうなんでしょう。今後の経営にも関わることを調べもせずに、金額だけに飛びつくなんて、社長としての器はどうなんですかね。なんだと？俺の言葉に即座に反応する森山。あなたの会社で起こったこと言い当てましょうか。あなたが安い契約金に飛びついたら、契約した相手は悪質なベンチャー企業だった。オンラインで商品販売ができるからと、実店舗は閉店でもさせたんでしょう。森山の顔が曇る。おそらく俺の言う通りなのだろう。もしかして、生産工場もベンチャー企業から紹介されたところに変えました？森山は目を泳がせる。必ず売れるからと生産数を大幅に増やされ、その契約金を支払うと納品されたのは今までよりも味が落ちた商品の数々。オンラインでの販売は全く売れず、味が落ちたために顧客も離れていく。残ったのは過剰在庫と借金だけ。違いますか？森山の顔色はどんどん悪くなる。どうしてそれを？俺はゆっくりと笑う。あのベンチャー企業、以前聞いたことがあるんですよ。安い契約金を提示して、後から、あれもこれもと金額を釣り上げる。生産工場も送るらしいですよ。ネットで噂になっていたのを見たことがあります。あのパンフレットを見た時にピンときたんですが、確証が持てなかったのでお伝えしませんでした。森山は眉間にシワを寄せる。知っていたのか？だったらなんで？俺はその言葉を遮った。ですから、確証が持てなかったと言いましたよね。それに、前社長でしたらアドバイスしましたが、あなたはうちのことを時代錯誤の下請けと言いました。そんなことを言ってくる人にアドバイスするほどお人よしじゃないですよ。森山は唇を噛む。それに、儲け話に飛びついて、後先考えずに相手の言いなりになって契約したんでしょ？気づける場面はいくつもあったと思いますよ。他の社員が止めることはなかったんですか？森山の目を見ると、森山は視線をそらす。それを見て俺は笑った。どうせ社長の言うことが信じられないのかとか言って、社員の助言も聞かなかったのでしょう。その様子じゃ社員ももう残ってなさそうですね。森山はうつむいた。で、今日のご用件は何でしたっけ？森山は唇を噛みながらも、だから、在庫を売りさばいて、事業を再生させるんだ。家賃を支払う余裕はないから、インターネットで。と言う。俺はため息をついた。オンラインでの販売って、そんな簡単なことじゃないんですけど。確かに実店舗を持つよりは初期費用は安いです。でも、あなたの言う在庫って、味の落ちた賞味期限切れ間近の商品ですよね。誰が買うんですか？すると森山は反論する。そんなもん、売ってしまえばこっちのもんだ。とにかく今は在庫をさばいて金を作りたい。事務所の家賃も滞納していて、もうそこも追い出されそうなんだ。俺はその言葉にカッとなった。あなた、商売を何だと思ってるんですか？全部自分の都合ですよね。よく社長になれたものですよ。俺はその場でパソコンを開いて、森山の会社の口コミを検索する。これ見たことあります？あなたの会社の評判です。総合的に言うと、味が落ちたのに高くなった。もう買わない。ということですね。パソコンの画面を見せながら言うと、森山は眉間にシワを寄せた。嘘だ！そんな評判が広まっているわけないだろ？と森山は言う。もしかして自分の会社の評判を調べることもしていないんですか？俺は呆れてしまう。高い勉強代だと思うしかないんじゃないですかね。少なくとも前社長はいつも顧客の声に寄り添っていましたよ。そう言うと森山は怒鳴り始めた。前社長はどうでもいい。あんなのただの老害じゃないか。俺は社長になるためにあの老害にペコペコしてきたんだよ。思惑通り50歳で2代目社長に就任した。それなのにこの仕打ちはなんだ？お前があの時に止めていればこんなことにはならなかっただろう。お前のせいだ。どうして森山が社長になれたのかと疑問だったが、社長に就任するまでは周りに媚びを売っていたということか。前社長が任せるくらいだし、それなりに優秀でもあったのだろう。もしかしたら、ここまでおかしな行動に出たのは、どんどん悪くなる自分の状況に焦っているのだろうか。完全に周りが見えていないようだ。でも、そこに俺は関係ない。俺のせい？どこがですか？どうせあの時話していても、俺の言葉なんて信じなかったですよね。あなたが全てを失ったのは自業自得ですよ。そう言うと、森山はバンとテーブルを叩いた。もういい。他に最先端の IT 業者を探し出してやる。今に見てろ。そう言って出て行ったのだ。その姿を見て、何ですかあれ。という新入社員。俺はため息をつきながら、元取引先の2代目社長。うちのことを時代錯誤の下請けって言った人だよ。ああはなりたくないな。と言った。数日後、また森山がやってきた。何の用だ。どうせろくな話じゃないだろう。そう思い、今度は中に入れることもせず、玄関先で話をする。すると森山は、お前ら、オンラインイベントとかいうのをこの間やったんだってな。食品メーカーも参加したそうじゃないか。どうしてうちを呼ばなかったんだ？と、どこから聞きつけたのか怒鳴りつけてきた。俺はひるまずに答える。やりましたよ。相当な売り上げも上がりましたし、イベント会社や食品メーカーからも好評でした。でも、あんたのところなんて呼ぶわけないでしょう。何度も言うけど、取引先を変えると言ってきたのはあんたの方だ。いい加減にしてくれませんか？森山がこんなに粘着質なタイプだとは思わなかった。俺はさすがに気がめいったが、森山は懲りずに怒鳴っている。お前が会社を立ち上げた時に、うちの会社が取引してやったから今があるんだろ？その恩くらい返してもいいんじゃないか？もうため息しか出ない。俺は森山を睨みつけた。あんたに恩なんて一つもないよ。恩があるのは前社長にだけ。あんたに取引してやったなんて言われる義理はない。そう言うと森山は俺に殴りかかってきた。とっさに避けると森山はそのままドアに激突。それでドアの装飾が割れてしまった。俺は事務所の中にいた社員に、警察呼んで、と言うと、社員は即座に警察を呼ぶ。痛がっている森山を見下して、本当に自業自得ですね、と言ってやった。警察が到着し、事情を説明すると、森山は俺に殴られたと嘘を言う。警察が困惑しているところへ、新入社員がノートパソコンを持ってきた。これ、防犯カメラの映像です。と言って再生させる。玄関に防犯カメラをつけておいたのが役に立った。違う！俺はやっていない！と森山は叫んだが、俺は冷めた目で見る。防犯カメラに映ってますよね。自分のしたことには責任を持ってくださいね。森山は何やらごちゃごちゃ言っていたが、警察に連れて行かれた。頭に来ていた俺は、暴行と器物損壊で森山を訴えることにした。さすがに前科がつくのを恐れた森山は、示談を申し出てきたので、俺はさっさと示談金をもらってこの件を終わらせる。もちろん、森山の会社は倒産した。社長を継いで数ヶ月で倒産させるなんて、ある意味才能だと思う。その頃、退院して元社員から事情をすべて聞いた前社長が、わざわざ電話をくれて謝罪したいと言ってきた。俺は見舞いがてら自宅を訪問する。坂下くん、よく来てくれたね。と、笑顔で迎えてくれる前社長。森山の件を謝ってくれたが、前社長が頭を下げる必要なんて全くない。しかし前社長は、森山くんがそんな人間だと見抜けず、専務として働いてもらっていたことも原因だ。本当に申し訳ない。と言う。俺は他の社員がどうなったのか聞いてみた。すると、実は森山くんにはついていけなかったが、お客様に喜ばれるものを作りたいと、元社員たちが別会社を立ち上げるらしい。と言う。彼らの力になってやってくれないか？と言われたので、俺は大きくうなずいた。そして前社長は、ちなみに森山くんだが、今回の件で家族にも大激怒されたそうで、奥さんとは離婚、家を追い出されたらしい。と、森山の状況を教えてくれた。借金を抱えたまま県外に逃げたらしいが、連絡もないので、その後はわからないらしい。俺の知らないところで最先端の事業でも立ち上げればいいと思う。ま、おそらく無理だろうが、と思うと笑えてきた。森山は文字通り全てを失ったというわけだ。あの会社の元社員たちが立ち上げたのは、以前の会社のノウハウが使えるような食品メーカーだった。うちとも取引をしていて、オンラインイベントへの出店も始めている。うちの会社はますます収益を上げていて、これからも忙しい日々を送りそうだ。無能が生意気に。そう言い放った社長を、俺は無感情に見つめ返した。入社から今まで真面目に働いてきたというのに、社長の娘が社長の隣でニヤニヤと笑う。手にはスマホが握られている。社長の娘のこの行動が後になって大問題になるとは、この時誰も思いもしなかった。俺の名前は小川、55歳の会社員だ。娘は結婚して家を出たので、今は妻と二人暮らし。とある会社の資材部で部長として働いている。部下たちはみんな真面目で素直なものが多く、課長ともうまく連携が取れていると思う。俺は公私ともに充実した毎日を過ごしていた。そんな平穏な日々をぶち壊したのは、社長令嬢のレイカだ。彼女は数ヶ月前に中途採用の社員としてうちの部署に配属されてきた。明るい髪色をゆるく巻き、爪はゴテゴテと装飾がされている。化粧も派手で社服を着崩し、自分なりのファッションを確立していた。つまり見た目からすでに社内規定から外れまくっている。社長曰く、大学卒業後からずっと遊び回っているので、社会性を身につけさせたいとのこと。何か適当に簡単な仕事でもさせてくれたらいいから。なんなら何もさせなくてもいいよ。美人の麗華がいるだけで部署の士気が上がるだろう。社長は娘に甘いと噂には聞いていた。しかしここまでとは。社会性を身につけさせたいんですよね。と思わず口をついて出そうになった。こうして玲香は俺の部署に配属されたわけなのだが、そこからは想像通りの苦労の連続だ。無断遅刻や欠席、挙句に勝手に帰ってしまうのはよくあること。それだけではなく、ネイルが痛むからと意味不明な理由であらゆる仕事を拒否する。それならと電話応対などを教えようとすれば、社長令嬢の私には地味でふさわしくない。と、これもまた拒むのだ。挙句の果てにいい加減にしろと注意すれば涙目になり、パパに言いつけるからと社長の名前を出して脅してくる。そのせいで入社から数ヶ月経った今でも、玲香の能力は新入社員以下だ。部下たちも俺も、玲香には心底うんざりしている。まさしく部署のトラブルメーカーだ。特に部下たちと密接に関わる課長は苦労しているようで、目に見えてげんなりして見える。このままではいけない。俺は心の中でつぶやいた。おはようございます。今日も玲香が出社してきた。あくびをしながら気だるそうに。お早くない、とおそらく全員が心の中で突っ込んだに違いない。何せ時刻は11時を回っている。始業時間などとうに過ぎて、むしろもうすぐお昼休みだ。おはようございます、玲香さん。連絡がなかったけど、何かありましたか？俺はさりげなく玲香に声をかける。玲香はデスクに着くなりスマホをいじっており、座ったまま俺を見上げた。え？別に？ゆうべちょっと夜更かししちゃって、起きたら始業時間過ぎてたっていうか、そんな感じかな。想像通りではあったが、改めて聞くと呆れてしまう。俺はため息をつきながら一枚の紙を玲香に差し出した。昨日、玲香さんに作ってもらった書類ですが、こちらはミスばかりでしたよ。パソコン作業をしたがらない玲香をなんとか説得して、練習用の書類を作ってもらったのだが、誤字脱字はもちろん、とても見れたものじゃなかったのだ。玲香には時間がかかっても、見本を見ながらでもいいと説明した。いろいろと俺なりに考えたのだが、玲香にとってはどうでもよかったのだろう。遅刻の説教の次はミスの説教。マジうざ。玲香はだるそうに俺を睨みつけ。ねえ、そう思わない？と隣の社員にちょっかいをかけ始める。社員は迷惑そうにしているのにもかかわらず、玲香は同意を得ようと社員の袖を引っ張っていた。玲香さん、まだ話は終わっていませんよ。俺は少し強めの口調で玲香に注意する。その瞬間、玲香の肩がびくりと跳ね、涙目になりながら俺を睨みつけてきた。何よ、私を叱ろうって言うの？パパに言うわよ。例のごとく、玲香はすぐに社長の名前を出して、俺に釘を刺そうとする。俺はひるまずに厳しく言い放つ。もう我慢の限界だった。社長の名前を出しても無駄です。私には部長としての責任があります。玲香さんの自由奔放な振る舞いは、部署のみんなに迷惑をかけているのがわかりませんか？これ以上、みんなの邪魔や、部署の空気を悪くするようなら、もう黙ってはいられません。容赦しませんよ。みるみるうちに玲香の目から涙がこぼれ落ちていく。顔は真っ赤で、嘘泣きではなさそうだ。だが俺は、毅然とした態度を崩さない。泣いてもダメです。うちの部署に入った以上、あなたは私の部下ですから。基本的な仕事も覚えず、遊んでいるだけなのに給料が支払われるなんて、あってはならない。俺の発言に同意するように、周囲の社員たちがうんうんとうなずく。玲香はわなわなと震え、俺の話を大声で遮った。そんなに言うならいいわ。お望み通り火つけてやるから。あ、こら、待ちなさい。玲香は言うだけ言って、部署を出て行ってしまう。小川部長。振り返ると、部下たちが不安げな表情で俺を見ていた。玲香を怒らせた結果、俺がどうなるのか心配なのだろう。部下を安心させようと、俺は微笑んだ。大丈夫だ。むしろもっと早くこうすべきだったのに、みんなには嫌な思いをさせてしまってすまない。何？仮にも会社を背負う社長だ。娘に甘いとはいえ、その娘が部署全体の迷惑になっていると知れば、さすがに分かってくれるさ。そう言った直後、俺は内戦で社長室へと呼び出された。部下たちの不安げな視線を背に、俺は社長室へと向かう。社長室に入ると、薄ら笑いを浮かべた玲香と、見るからに不機嫌そうな社長が俺を出迎えた。玲香から話を聞いたぞ。遅刻くらいでみんなの前で怒鳴りつけたというじゃないか。かわいそうに。玲香はもともと低血圧で朝に弱いんだ。なんだその理屈は、と俺は目の前が暗くなる。仮にも会社を背負う社長。自分で言った言葉だが、これではまともな会話は期待できそうもない。私の部下にも、低血圧で毎朝苦労している者はいますが、無断で遅刻をしてきたことなどございません。それに、玲香さんは夜更かしが原因で寝過ごしたと、はっきり言っていました。俺は続けざまに普段の玲香の態度を一つ一つ並べていく。俺自身や部下たちも迷惑していると説明すると、玲香は顔を真っ赤にした。私はいるだけでいいって。パパが言ったんだもん。そうだぞ。言うにこと書いて迷惑とはなんだ。貴様、誰の娘の話をしているか理解しているのか。社長の怒鳴り声と同時に熱い感覚が俺を襲う。熱っ！あまりの出来事に社長が自分のコーヒーを俺に向かってかけたと理解するのに数秒かかった。とっさの出来事に両手で顔をかばったのが幸いした。左手首のあたりがジンジンとするが、顔や頭よりはいいだろう。信じられない。何をするんですか？たまらずにそう声を上げるが、社長はうろたえるどころか、鼻を鳴らしてせせら笑うのみだ。無能が生意気に、玲香を馬鹿にした罰だ。これで俺の気が済むと思うな。土下座か首か、どっちか選べ。無能。ですか。乾いた笑いが口から漏れる。俺は今までこんな社長の下で働いていたのか。信じたくないが、これが現実だ。今まで社長と直接関わる機会はほとんどなかった。ただ、娘に甘いという噂を聞いていただけ。あんた何笑ってんの？キモ。ほらほら、土下座しなさいよ。動画を撮って社内に拡散してやるわ。俺が泣いて許しを願うと思い込んでいるのか、玲香はスマホを構えながらニヤニヤと笑う。もう、さっきから録画してるんだから、早くしなさいよね。そういえば、俺が社長室に入室してきた時にはすでに、玲香はスマホをこっちに向けていた。どうせ俺が謝罪する姿を録画してやろうというのだろう。悪趣味な人だ、と俺は内心吐き捨てる。こんな会社にいても、きっと未来はない。俺は、きっと玲香を、そして、社長を睨みつける。じゃ、やめますね。私は何一つ間違っていませんから、土下座なんて絶対にしません。俺がきっぱり言うと、社長も玲香も眉をつり上げた。はぁ？マジで言ってんの？つまんない。小川くん、いいんだね。私の最後の慈悲を無駄にするんだな。土下座すれば許してやらんこともないと言ってるんだぞ。人にコーヒーをぶっかけて謝罪を強要して何が慈悲だというのか。むしろこちらが謝罪していただきたいですね。では、これで失礼します。俺はじんじんと痛む腕を押さえ、社長親子を無視した。後ろ手で社長室の扉を閉めると、玲香の笑い声が聞こえてくる。無能のおっさんなんて、もうどこも雇ってくれないわ。俺はやれやれと首を振り、大きなため息をつく。そして部署に戻るため歩き始めた。俺はその後すぐに退職願を提出し、会社を辞めた。今は火傷の治療をしつつ、有給を消化中だ。社長たちとのやりとりの直後、火傷を負った俺を見て、部下たちは驚愕し、社長や玲香を心の底から軽蔑していた。あなた、火傷の具合はどう？俺が険しい顔をしていたからだろう。妻が俺を心配そうに覗き込んでくる。ああ、すまん。ちょっと考え事をしていただけだよ。俺は妻に心配かけまいと笑顔を見せる。確かにまだ火傷は痛いが、利き腕じゃなかったのが不幸中の幸いだ。それでも妻は心配のようで、こうしてちょこちょこ声をかけてくる。実を言うと、少し嬉しかったりするのは内緒だ。新しい職場に出勤するまで日がありますから、療養と一緒にゆっくり体を休めてくださいね。ああ、雪高くんには感謝しないとな。俺がうなずくと、妻がお茶を置いて部屋を出ていく。雪高とは俺の娘の夫、つまり義理の息子だ。妻の発言通り、俺は次の職場がもう決まっていて、その援助をしてくれたのが雪高である。雪高はまだ30代で若いながらも、自分で起こした会社の社長をしている立派な男だ。俺が仕事を辞めたのを妻から娘、娘から雪高へと話が伝わったらしい。雪高が支社を広げるにあたり人手が足りないのでぜひお願いできませんかと俺に声をかけてくれたのだ。向こうからお願いしている言い方だが、俺に気を使ってくれたのだろう。俺としては実にありがたかった。おかげでゆっくりと心穏やかに過ごしていられる。雪高の誘いがなければ、再就職活動に頭を悩ませていたに違いない。俺がお茶をすすっていると、スマホが振動した。知らない番号だったが、念のため電話に出る。新しい職場関連の連絡だったら、と頭をよぎったからだ。はい、もしも、おい！小川、どういうつもりだ？電話に出るなり、のぶとい男の声が俺の発言を遮った。瞬間的に誰の声かを察して、俺は眉を潜める。コーヒーをかけられた出来事が脳裏をよぎったのだ。社長ですか。声の主は俺の問いに答えず、自分の主張をまくし立てる。内容からして、やはり前職場の社長だった。お前の部署の者が全員退職願いを出してきたぞ。お前の差し金だろ。どういうつもりだ。俺は今すぐにでも電話を切ろうと思ったが、この際だから言いたいことを言ってやろうと思い直す。どうって、私があなたにコーヒーをかけられて部署に戻った時、部下たちはあなた方親子に見切りをつけたんですよ。私がこんな目に遭わされたのを見て、心底嫌気がさしたんでしょうね。電話の向こうで社長が、ぐるるとうなり声を上げる。近くに麗華がいるのか、パパ、もっと強く言ってよと社長に言っているのが聞こえてくる。おそらくこちらの声はスピーカーモードで麗華にも聞こえているのだろう。麗華は黙っていなさい。社長の鋭い言葉に、俺は首をかしげた。あの娘に甘い社長が怒鳴りつけるなんて、違和感を覚えたが、社長の言葉が続いていく。小川くんが辞めてから、部署の者みんなが辞めた。それだけでも痛手なのに、麗華の動画のせいでうちは大炎上中なんだ。小川くん、部下たちを説得して、一緒に会社に戻ってきてくれないか。そして、動画の件は創作だったと世間に伝えてほしいんだ。唐突に出てきた動画という言葉に、俺はさらに首をかしげる。社長の一方的な話についていけない。動画って何です？俺はテレビもそんなに見ないし、動画配信サービスもほとんど利用しない。会社を辞めてからは特に買っておいて読んでなかった本を消化するのに夢中だったから余計である。俺は意外と読書家なのだ。俺が小川くんにコーヒーをかけた時のだよ。金切り声に近い社長のセリフで俺は思い出した。そういえば、麗華がスマホで俺の様子を録画していたはずだ。ちょっとふざけてみんなに見せただけなのよ。なのにみんなマジになっちゃって。拡散しやがったの。マジ最低。マスコミも騒いでるし。麗華と社長の話を要約するとこうだ。俺が退職願を提出して会社を去った後、麗華が面白半分に部署のみんなに動画を見せたのだという。俺がコーヒーをかけられた場面、土下座を突っぱねてやめますと宣言した場面を見せて、あの年じゃろくな再就職先はないわよ。あんたたちもこうなりたくなかったら、バカな真似はしないことね。こんな風に惨めな終わりを迎えたくはないでしょ。と言い放ったそうだ。これは後で知ったのだが、その時の部署のみんなはもちろん大激怒。一人があえて麗華に同意するふりをして、動画を入手し、SNS に投稿。動画が話題を呼び、マスコミが取り上げ、さらに拡散という流れだ。今や会社は大パニック。なるほどな、と俺は苦笑いした。お前、何を笑ってるんだ。早く部下と一緒に戻ってこい。どうせ再就職先も困ってるだろう。世間には創作だった。悪ふざけだったと説明する。それでだな。自分の都合のいいように、ペラペラとこの先の展開を説明していく社長を、俺は遮る。あいにくですが、私も部下たちも再就職先は決まっております。俺の発言に社長も麗華も、え？と声を上げた。私を誘ってくださる方がいましてね。部下たちのことも相談したら、ぜひと言ってくださったんですよ。私の下で働いていたなら、優秀で真面目に違いないと言ってね。社長に説明した通り、俺は雪高に部下たちのことを相談した。その後すぐに部下たちに声をかけたのだ。部下たちはすぐに、小川部長についていきますと言ってくれた。そして全員が退職願を出す騒動につながったのである。お前、なんてこと。社長の声は震え、怒りに満ちていた。後ろから麗華が反響欄で何かわめいているのが聞こえてきたが、こちらの知ったことではない。あなた方親子が経営する泥船に部下を残していくのが心残りでしたが、本当に助かりましたよ。ああ、会社が炎上しているんでしたっけ？私たちは戻りませんし、誰かに聞かれても事実だと言いますよ。それから私は弁護士に依頼して、傷害や脅迫行為について慰謝料を請求させていただきますね。俺はまだ痛む左腕をさすりながら言う。ふざけんな。雇ってもらってたくせに。この裏切り者。会社が潰れたら、あんたらのせいだからね。麗華の怒りの声に、俺は今日何度目かのため息をつく。あなたが真面目で、軽率な行動さえしなければ、こんな大きな話にはならなかったのでは？俺の指摘に、麗華はぐっと声を詰まらせる。俺たちが戻らないと知り、意気消沈したのか、黙り込んでしまった社長に対して、俺は言葉を続けた。社長、私たちは入社からずっと会社のために尽くしてきました。真面目に努力していたんですよ。それなのに、娘一人のために私たちを犠牲にした結果がこれです。下手な小細工などせずに世間を騒がせた件を謝罪する。そしてけじめをつける。それが今あなたのすべき行動ではないのですか？全部自業自得です。愛する娘さんとせいぜい頑張ってください。最後に皮肉を込めるのを忘れない。俺は言い終わるとそのまま電源を落とした。その後、俺は社長と麗華両方に慰謝料を請求した。やけどの治療費ももちろん含まれている。結局、前の職場の信用は地に落ちた。続々と社員が辞め、取引先も契約解除となり、もう、麗華親子はおしまいだろう。俺と部下たちはというと、予定通り新しい職場で働いている。本当に、娘の夫の幸隆には感謝してもしきれない。やけどの具合も良くなってきた。これからは気持ちを新たに、部下たちと部署を盛り上げていこうと思う。お前か。俺の息子を怒鳴ったのは。ずかずかと俺に近づいてくるこの男は人事部長である。息子を溺愛するあまりすっ飛んできたのだ。そして部長は俺に対して解雇宣言をした。その時廊下にいた人物にも気がつかずに。俺の名前は佐藤哲夫。今年で65歳だ。仕事はシステムエンジニアをしている。10年前まで会社に所属しない派遣型のエンジニアだった。給料も高かったし、いろんな職場を経験できるのが良かった。だが10年前、今の会社の経営陣に誘われ、正社員として働き始めたのだ。当時50代だったが、俺には息子がいるからなのか、若手に溶け込んでいたと思う。それから定年を迎えた今年、再雇用希望を会社に伝えた。子供は巣立っているので、夫婦二人きりの生活。贅沢をしなければ、貯金や年金だけでも生活できる。しかし、俺にはお金を稼ぎたい理由があった。それは3歳の孫へのプレゼント代。おもちゃやぬいぐるみを渡すと、じいじ大好きと言ってくれる。その言葉のために俺は働くんだ、と家族に言うと笑われてしまうが。再雇用となり、働き方が少し変わった。正社員から嘱託社員に変わり、勤務地が支社から本社へ。本社でベテランの人材が不足しているらしい。だから経験者が欲しいと言われた。上司になる松田課長は、丁寧に的確な指示をくれる仕事のできる人だ。俺が年上だからといって気遅れするような人物でもない。サバサバとしていて好感が持てる。再雇用で働くようになって数ヶ月が経った頃、中途採用で一人の男性が入社してきた。その彼が職場の空気を乱すことになる。寝坊で遅刻するのは何回目だ？課長に怒られているのは中途採用の岩倉だ。昨日飲み会で酒が抜けなくて。岩倉は気だるそうな様子を見せた。勤務態度は最悪だし仕事もできない。お前なあ。課長は頭を抱えて説教を始める。しかし岩倉は課長が話しているにもかかわらず携帯をいじり出す。今の若い子は真摯に説教を聞けないのかと驚き目が離せずにいた。課長が注意を始めて5分後。息子を怒鳴りつけているのはお前か。助けてくれってメールが来たぞ。人事部長が乗り込んできた。実はこの中途採用者、人事部長の息子なのだ。父親のコネで入社したと本人が自慢げに話していたのを聞いたことがある。親父は末っ子の俺に甘くてな。親父がいれば昇格も余裕だわ。そんな風に話すので同僚に煙たがられていた。勤務中に父親を呼び出すなんて常識外れにも程がある。息子に呼ばれて飛んでくる部長の行動もありえない。俺の息子にそんな態度を取るなんてどういうつもりだ。部長は課長を厳しく叱咤している。しかし課長は負けじと言い返す。部長の身内だからとひいきするつもりはありません。部下が誤った行動を取るならそれを注意するのが上司の役目ですから。人前で部下を叱咤するだなんてお前の行動はパワハラになるぞ。これのどこがパワハラなのかと周囲の人間は呆れて見ていた。遅刻する部下を指導しているだけなのに。息子に甘いって話本当だったんだな。岩倉部長って言えば確か社長のお気に入りよね。そんな言葉がひそひそと聞こえる。支社で働いていた時、部長の評判は俺の耳にまで届いていた。俺が再雇用される半年ほど前、別の会社から転職してきた部長。1000名規模の会社の人事部門で働いていた実績、そして有名大学卒という学歴もあり、社長は部長を信用していた。うちの人事部長に就任してからは、各種研修を積極的に実施している。社長や役員は彼を評価しているようだが、その反面、社員から悪い噂も聞く。気に入った女性社員を口説いているとか、そんな内容だ。あくまでも噂なので、上層部には届いていないのだろう。部長、お言葉ですが。課長を怒鳴りつけている姿に納得できず、俺は口を挟む。人前で叱咤するのがパワハラなら、部長も課長にパワハラをしているのでは？俺の言葉にハッとなる部長。部長は今、部署のど真ん中で課長を叱りつけている。確かに、佐藤さんの言う通りだな。同僚たちからクスクスと笑い声が聞こえてきた。くそ！笑われた部長は居心地が悪くなったのか、部署を出て行ってしまう。松田課長、息子に恥をかかせたからには覚悟をしておけよ。という捨て台詞を残して。岩倉はというと、父親が去ってしまい、罰が悪そうな顔をし、自分のデスクに戻っていった。俺はどうしても岩倉親子が気になって仕方なかった。会社を乱す存在が気に食わないという理由もある。そのため、同僚たちから部長の噂話を聞き出した。一つ気になる内容があったため、詳しく調べることにした。余計な頭を使ったので、さすがにくたびれてしまう。こんな時、癒しをもらえるのは孫の存在だ。電話をして声を聞こう。帰宅途中、息子に電話すると、いつもより疲れていない?なんかあった?と言われてしまった。今日の出来事を言うかどうか迷いながらもさらっと話す。まだ調べているところだけどな、と付け加えて。すると息子はしばらく黙り込み、わかったと言って電話を切ったのだ。俺は孫と話したかったのに、と思いながら自宅へと帰った。それからしばらく特に会社で変わったことはなかった。岩倉親子もおとなしくしている。だが突然、信じられない異動が発令された。課長が出向?俺は事例を聞いて驚いてしまう。出向先は偏僻な土地にある子会社。人手不足という理由の出向だが、まあ実際はわからんな。課長は悔しそうに言った。課長ほど仕事ができる人なら本社で昇格していくはずだっただろうに。先日、岩倉部長に逆らったことが原因なのだろうか。課長の上司も部長に抗議したが、決定は覆らなかったらしい。すると岩倉がにやりとしてこちらを見る。声では聞こえなかったが、ざまあ見ろと口パクで言ったのだ。そんな態度で今後やっていけるとでも?誰からも信用されなくなりますよ。と俺が言うと、岩倉はプッと笑い出した。次はあんたが飛ばされたいわけ?あんたみたいなじいさん、次はクビだな。俺への強気な態度に周囲は困惑していた。あいつ何にも知らないんだな。という声も上がるが、岩倉には聞こえていないようだ。仕事も半人前のくせに、上司や年長者になんて態度ですか。遅刻だって周りに迷惑をかけているんですよ。俺が強めに叱咤すると、岩倉は、なんだよ急に。俺を叱るなんて100年早いんだよ。と言って、携帯を取り出して指を動かし始める。その5分後、以前のように部長が飛んできた。お前が俺の息子を怒鳴ったのは。激怒した部長は俺の方へとずかずか歩み寄ってくる。先日と全く同じ行動に呆れてしまうくらいだ。こいつに仕事ができないって侮辱されたんだ。岩倉は部長にすがりつく。いいえ、佐藤さんは当然のことを言っただけです。課長は俺をかばってくれる。しかし部長は頭に血が上っているのか聞こうとしない。息子を侮辱されて黙っていられるか。見たところ再雇用された嘱託職員だな。じじい、立場をわきまえろ。即クビだ。部長は廊下にも響くほどの大声で怒鳴る。その直後、見覚えのある人物が廊下から現れた。それはこの会社の社長。大声が聞こえましたが、何かありましたか?社長は部長に近づいていく。社長、聞いてくださいよ。こいつが嘱託職員の分際で。息子を恫喝したとでも報告するつもりなのだろうか。俺の方を社長がちらっと見たので、俺はこくりとうなずく。そして社長は言った。嘱託職員の分際で、とは?私の父が何か。ですからね。父?部長は絶句して俺を見た。社長は私の息子ですよ。俺は何も知らない様子の部長に教えてやった。そう、私の息子がこの会社の社長である。息子は25歳の時、IT 会社を起業した。昔から社長になりたいと言っていた息子の夢が叶った瞬間だった。親として資金援助など協力すると申し出ると、意外なお願いをされたのだ。それは現場経験者が少ないので入社してほしいというものだった。俺は驚きながらも頼られるのが嬉しくて二つ返事で快諾。次第に会社の規模は大きくなり、子会社を持つまでに。俺が本社ではなく支社で働いていたのは、社長の目が届きづらい支社を見張っていたという点もある。俺と社長の関係は、正社員ならほぼ知っているであろう。ただ、親子だからと俺に気を使わないでほしいと周囲には言い続けていた。部長も息子や役員から聞いているのかと思ったが、もはや周知の事実すぎて言っていなかったのかもしれない。それに名字もよくある佐藤だから気づかなかったのだろう。なんで社長のお父様が一般社員なんですか？普通役員か何かですよね。私が断ったんです。現場が好きでね。入社した当時、役員も兼任してほしいと言われたが断った。エンジニアという仕事に専念したかったし、社長の父親である俺が経営陣に加わると、周りが遠慮して意見を言えなくなってしまうと思ったからだ。ところで、じじい呼ばわりしている声が聞こえましたが、年長者にそんな言葉を使っていいのでしょうか。人事部長という立場にもかかわらず、嘱託職員を見下しているのも問題ですね。社長がぎろりと睨むと、部長はうつむいてしまう。じじいと呼ばれたのは腹が立つ。だがそれよりも訴えたいのは不当な人事異動だ。俺の話を聞いた息子は、松田課長の出向に関して本当に必要か改めて調査すると言っていた。部長は終始気まずそうな表情をしながらも黙っていた。何も言い訳をせず、最終的に謝罪をして丸く収めるつもりか？謝ればいいというわけではない。そこで俺はさらなる爆弾を投下する。あなたは女性社員にセクハラをしていますね。俺がセクハラという言葉を使うと周囲がざわついた。皆部長の噂を思い出したのだろう。噂は事実で、若い社員にしつこく言い寄っているようだ。何人か個人的に食事へ誘われたと聞いた。部長が女好きなのは女性社員の間で有名な話らしい。セクハラを相談しようにも、人事に言えば部長に筒抜けになってしまう。部長から不当な人事異動や退職を迫られる場合もあり得る。だから女性たちは会社に訴えようとは思わなかったらしい。一人の女性社員は、僕とホテルに行かないとクビだからね。と脅迫されたらしい。しかも女性が食堂やトイレに行くとき、つきまとうような行動もあったのだとか。逆恨みが怖くて耐えていた、と聞いたときには怒りがこみ上げた。だがその女性はただ耐えていたわけではない。いつどこで、どんな文言を言われたのか、携帯にメモを残していた。俺は息子である社長に防犯カメラを見る権限をもらうと、社内の廊下や食堂など部長の行動を確認した。メモの日時を頼りに見ていくと、部長がストーカーのように女性を追いかけている姿が映っている。食堂前で長時間待ち伏せて話しかけている様子にはゾッとした。女性はいつかこのメモを使い、部長を訴えてやろうと思っていたらしい。この女性の例は氷山の一角でしょう。まだ他にも被害者はいると思います。俺がそう話すと、あたりはシーンと静まり返る。女性社員の中から、部長気持ち悪い、と聞こえてきた。事実無根だ。そいつを侮辱罪で訴えてやる。部長は額からだらだらと冷や汗を流しながら否定するが、明らかに動揺している。俺が話し終えると、今度は社長が話し始めた。あなたが以前働いていた会社の役員とつながりを持ちましてね。あなたがどんな人だったのか、こっそり教えてもらったんですよ。当時も女性問題を抱えていたらしいじゃないですか。息子の話によると、部長は以前の会社でもセクハラをしていた。上層部にバレたが、会社の信用に関わるからともみ消したらしい。とはいえ、社員からの反感を買い、働き続けるには居心地が悪くなった。そのため、うちの会社に転職してきたというわけだ。経歴だけを見て雇ってしまった私の落ち度です。セクハラだけでなく、身内をコネ入社させたり、不当な人事異動をしたりするだなんて。息子は大きなため息をつき、さらにこう言った。部長には叱るべき対処をしますので、覚悟してください。その言葉に部長は真っ青になりながらも、私は何もしていない!と必死に訴えた。しかしその場にいる誰もが冷たい視線を送っていたのである。特に女性はゴミを見るかのような視線だ。耐えられなくなった部長は俺に八つ当たりをしてきた。そもそもお前が変なことを言わなければこうならなかったんだ。侮辱罪で訴えてやる。よく社長も他の社員もいる中で、俺にそんなことを言えるなと部長の神経を疑ってしまう。確かにセクハラに関して調べたのは俺だし、息子に話したのも俺だ。だからといって侮辱罪で訴えられる意味がわからない。お前のせいだ。俺を侮辱するなんて何様だ。部長はそう叫んで俺に近づこうとするので、息子や男性社員が部長を抑えた。俺は部長の目を見て静かに言う。あなたの溺愛するお子さんが女性だったとして、もしも会社でセクハラを受けていたらどんな思いになります?親として許せないでしょう。俺を責める前に、被害に遭った女性とそのご家族の気持ちを考えては?そして被害女性に誠心誠意謝罪し、処分を受け入れてください。子供を引き合いに出されて何も言えずに黙り込む部長。部長だって息子をコネ入社させるほど子供を愛している。まあ、愛し方は間違っていると思うが。とはいえ、自分の行いがどれほど愚かだったか気づいたはずだ。すると社長である俺の息子が、まず暴言を吐いた。課長とうちの父に謝罪してくださいよ。あなたがするのはそこからです。と言ったのだ。部長は言い訳もせず、申し訳ございませんでしたと小声で言った。息子の岩倉は、親父、やめたりしないよな。これから俺はどうなっちゃうの?とあたふたとしている。きっと君にも処分が下るんじゃないかな。勤務態度が不真面目すぎたからね。俺がそう言うと、岩倉はうなだれていた。それから部長は降格処分に。セクハラ相手とは弁護士を入れて話し合い、示談金を支払うことになった。部長はセクハラの事実が奥さんにバレてしまい、離婚を突きつけられたらしい。示談金と奥さんへの慰謝料の支払いがあるので、簡単には会社を辞められないはずだ。周囲から冷たい目で見られながら、居心地悪そうに働いている。岩倉は子会社へ出向することになり、松田課長の人事異動は取り消された。子会社が人手不足というのはやはり部長の嘘で、人は足りているという。そのため、岩倉は研修という名目で送り込まれた。子会社は自然に囲まれており、飲みに行く店も周辺にない。この機会にみっちり仕事を覚えてくればいい。そう思っていたが、岩倉はあっさりと退職をした。しかも退職届を郵送で送りつけるという非常識な方法で。岩倉元部長が甘やかした結果がこれだ。きっとこの先、岩倉はどこに行っても使えないだろう。俺は息子を甘やかしてこなくてよかったと心底思った。コネ入社といえば父さんもだよね。部長親子の一件が落ち着き、息子と話している時にそう言われた。そうだな。俺はお前のコネで働けていたんだから。俺たちは冗談を言って笑い合う。俺はこの夏、ボーナスが出た。嘱託職員には出ないと思っていたが、社長である息子には考えがあった。経験豊富な人こそ、年齢関係なく重宝すべきだと考えているらしい。うちの会社はまだまだ若い人の方が多いが、いずれは皆俺のように年を取っていく。そんな時に再雇用という選択肢を持ってほしいと息子は思っているようだ。俺はこれから働けるだけ働きたいと思っている。息子を陰から支えたいと思うし、孫にたっぷりプレゼントを送って、じいじ大好きと言われたいからな。君が移動してきた中卒か。俺は配属が変わり、新しく上司となった部長に挨拶をすると、そんな言葉を浴びせられた。どうして君みたいな中卒がここに来たのかわからんが、しっかり働くように。頭には来たが、はい、と短く言って自分のデスクに戻る。俺の名前は相田祐樹、35歳の会社員だ。妻と1歳の娘の3人暮らしで、俺は娘が可愛くて仕方がない。妻と出会ってから俺は幸せを感じているが、子供の頃はそれなりに苦労をしている。というのも、俺は中学生の時に両親が事故で他界した。父方の祖父母は俺が生まれる前に亡くなっているし、母方は祖母の体が弱く入退院を繰り返していて、祖父が面倒を見ているので、俺を引き取る余裕なんてない。一時は親戚をたらい回しにされたが、中学3年の頃に、母の弟である叔父から連絡があった。海外で仕事をしている叔父が一時帰国するという。叔父が海外に行く前は頻繁に会っていて、父とも仲が良かったし、俺にも良くしてくれていた。そんな叔父が、俺を引き取る準備ができたからと、遅くなってごめん。俺のところで生活すればいいよ、と言ってくれた。親戚の家で、肩身の狭い思いをしていた俺は、すぐに頷く。しかし、俺を引き取ってくれていた親戚は、それを良しとしなかった。親戚のところには、俺の両親の保険金や遺産が預けられていたらしい。俺がいなくなると、そのお金が使えなくなるから困るというわけだ。そこから親戚と叔父の間で揉め、叔父は、じゃあ、勇気のことを厄介者扱いしないでください。服装や持ち物も、勇気の欲しいものを与えてやってください。世間体やお金のために勇気を利用するな、と言ったところ、ようやく親戚は諦めたという。結局俺は、中学卒業と同時に叔父のところに行った。そんな過去があったが、人に話して面白いものでもないので、俺の生い立ちを知る人はあまりいない。俺は2年前に今の会社に来た。知り合いに声をかけてもらって転職したんだ。その後、娘も生まれた。仕事もうまくいっていたし、苦労してきた分、報われたと思う。しかし、数ヶ月前に部長が変わった。それから部署の雰囲気は悪くなる。部長は名門大学を卒業しているらしく、エリートだ。この中でまともな学歴はほとんどいないな。と、部署内を見回していったことは記憶に新しい。しかも、どこで聞いたのか俺に向かって。お前、中卒らしいな。そんな学歴で今までどうやって生きてきたんだよ。せいぜい俺の出世の足を引っ張るなよ。と言ってきた。そう言われても、俺はまっとうに生きてきたし、部長に俺の人生をとやかく言われる筋合いはない。反論するのも馬鹿らしくて、俺は、はい、と返事をする。それ以来、部長はことあるごとに、俺を中卒だと見下してくるのだ。部長があまりに俺を中卒だと連呼するので、部長の取り巻き連中も俺を見下すようになった。そんな様子を見て、同僚の上川がこそこそと声をかけてきた。おい、いいのかよ。お前の学歴って。俺は上川の言葉を遮る。はあ、いいんだよ。何言っても無駄だろ。そう言うと上川は腑に落ちない顔をした。実は理由があって、俺の最終学歴は口止めしてある。仲のいい同僚や人事部、社長など知っている人はいるが、今のところそれ以外には広まっていない。この会社では高学歴で出世している人もたくさんいる。まあ、そんなのはどこの会社もそうだろう。世間的には名門大卒だとエリートだ。部長もその一人で出世コースのようだ。そのことに異論はないが、だからといって人の学歴を見下してくるのはどうなのか。部長に言い返してやりたい気持ちはあるが、それなら俺は仕事で見返したいと思った。ちょうど大きな案件を抱えているし、これを成功させれば部長だって少しは俺のことを認めるだろう。そういう仕事をしていけば、いつか部長も分かってくれる。俺はそう思い、一層仕事に力を入れた。それから半月後、部長が、明日社長と役員が視察に来ることになった。面倒だがしょうがない。お前らちゃんと仕事しろよ。という。視察の詳しい目的はわからないが、今までにも役員が突然視察にやってきたことは何度かある。部長はこの視察を面倒な行事だと捉えているようだ。ああ、ああ面倒だなあ、視察だなんて。何しに来るんだよ。部長は一日中ぐちぐち言っている。周りの社員の中には、まあまあそう言わずに、と部長の肩を持つエリート組もいるが、大半は部長を白い目で見ていた。すると、俺を見て部長が突然、ああ、そうだ。面白いことを思いついた。と言い、それからニヤニヤと上機嫌になった。何を企んでいるのだろうか。翌日、出社すると、すぐに社長と役員が来て、部署内の空気は張り詰める。朝礼の時間になり、部長が挨拶を始めると、うちには面白い人材がいるんです。と、いきなり話し始めた。社長は、おう、と言って、部長の話に前のめりだ。部長が何を言うのかと思ったら、このご時世に中卒の社員がいてですね。まあ、学歴なんて関係なく優秀だからここにいるんですよね。と、俺の方を見てニヤニヤしだす。俺のことを言っているのか。部長が俺のことを優秀だと言うなんて、裏があるのだろう。社長と役員は、部長の行動を監視するように見ていた。そして、俺に前に来るよう指示して。彼、相田くんと言うんですけど、中卒なんですよ。私なら恥ずかしくって言えませんが、彼は中卒だと知られても、堂々としている。それから、彼の特技は英語なんです。と言い出した。俺は、昨日の部長のニヤニヤとした顔を思い出し、こういうことだったのかと理解する。きっとこの後、英語で話をしろとか言ってくるのだろう。俺は部長に英語が得意だなんて言ったことはない。多分、部長は中卒だし、俺は英語ができないと思っているはずだ。そこで、英語のできない俺を晒し上げて、笑い物にする気なのだ。俺の予想通り、部長はニヤニヤと笑いながら、さ、視察にいらっしゃった社長と役員方にご挨拶しなさい。もちろん、君の得意な英語でだ。という。散々中卒だと馬鹿にしてきて、まだこんな陥れるような真似をするのか。そう思うと、今まで流してきた怒りが爆発した。社長に直接話せる機会なんてほとんどない。むしろ、いい機会だ。俺は、部長に向かって、部長って、英語できるんでしたっけ？と言うと、部長は、当然だ。私を誰だと思っているんだ。名門大卒なのだから、英語くらいできて当然だよ。と、にやりとする。適当な英語ではごまかせないぞ、と念を押された気がした。そもそも部長は、俺には英語なんて話せないと思っているのだろう。わかりました。俺がそう言うと、社長や役員の視線が俺に集まる。俺は、一歩前に出て話し始めた。その瞬間、部長は目を見開いて、信じられないという顔で俺を見る。役員はうなずきながら社長に耳打ちをし、社長の顔はだんだん厳しくなった。何を言っているんだと、部長は俺を止めにかかったが、俺は止まらない。そして、俺は英語で部長の悪態をペラペラと話し、今までの行いを暴いたのだ。他の社員は、と言いながら、隣の社員と耳打ちをしたり、俺をじっと見たり、反応は様々だ。部長は俺の言っていることを少しは理解しているらしく、少なくとも部長を褒めているわけではないと悟り、慌てている。社長に耳打ちをしている役員は、俺が話している内容を社長に通訳しているのだろう。すべて話し終わると、俺は一礼をする。次に口を開いたのは社長だった。今の話、本当かね？部長に向かってそう言うが、部長は俺の話をすべて理解していないので、いえ、と、しどろもどろだ。俺は部長に向かって、僕の挨拶、どうでしたか？部長はすべて理解していただいたんですよね？という。部長は、俺を睨みつけた。お前、英語ができたのか？俺は笑って言った。アメリカで生活していましたからね。僕はアメリカの大学を出ていますし、妻もアメリカ人です。会社ではほとんど使っていませんが、アメリカ人の友人も多いので、英語はよく使うんですよ。社員の間で、どよめきが起こる。驚いて声を出せずにいる部長に、俺はもう一押し。僕がこの会社に転職してきたのは、そちらにいらっしゃる、真鍋さんに誘われたからなんですよ。そう言って、役員である真鍋さんに視線を移す。先ほど社長に通訳をしていたのはこの真鍋さんだ。部長は、と声を上げた。真鍋さんはうなずいて、私の妻もアメリカ人でね。妻と相田くんの奥様がアメリカ人のコミュニティクラブで知り合って、そこからずっと仲がいいんだ。妻から相田くんの話を聞いたとき、我が社で力を発揮してくれると思ってアプローチしたんだよ。と笑う。そこで社長が、彼が真鍋くん一押しの社員だったか。アメリカの名門大学を出ているんだろう。ここにいる誰よりもエリートだな。と豪快に笑った。部長はうろたえて、アメリカの名門大学？どういうことだ？だってお前は中卒じゃ。という。自分の生い立ちを話すのはあまり好きではないが、俺は手短に。幼い頃、両親が事故で他界しまして、中学までは親戚のところで面倒を見てもらっていましたが、諸事情でアメリカで仕事をしていた叔父に引き取られたんです。だから向こうで勉強して大学を卒業しました。その頃、叔父が帰国することになったので、俺も一緒に日本に帰国しました。と話す。そこで、真鍋さんが笑っていった。それで当時友人だった奥さんが、相田くんを追いかけて来日したんだろ？羨ましいな。その言葉で、社内は一瞬、和やかな空気に包まれる。しかし、部長だけは、俺を睨みつけていた。社長は、部長に向き直り、それで、今の話は本当なのか？という。何のことで？と、うろたえる部長。そこで、真鍋さんが口を挟んだ。今、相田くんが話した内容は理解しているよな。厳しい口調に部長は青ざめる。俺はそこで。部長は名門大卒で英語ができるのは当然なんですよね。部長はすべて理解していると思いますが、僕が今話したのは、部長はよく俺のことを中卒だと馬鹿にしてきたこと、他の社員のことも見下したり、馬鹿にしたりしていること、それと、昨日はこの視察を面倒だと周りにぐちぐち言っていたという内容です。という。すると、他の社員もうんうんと頷いた。俺は続ける。僕の日本での学歴は中卒ですから、わざわざ訂正しようとは思いませんでした。それに、学歴だけで優劣をつける人は嫌いなので、アメリカの大学を卒業しているというのも伝えなかっただけです。部長は口ごもっている。社長は、そうか。と言ってうなずいた。俺は社長と目が合ったので思い切って口を開く。僕は学歴よりも仕事ぶりで評価してほしいです。だからきちんと仕事をして成果を出せば部長も認めてくれると思っています。今はまだ部長から見下されていますが、僕は必ず仕事で見返したいと思います。これは俺の決意だ。次の瞬間、拍手が湧き起こる。真鍋さんは、さすが、俺が見込んだだけのことはあるな。と、にやりと笑った。そして、真鍋さんが部長に向かって、君は学歴でしか判断できないらしいが、そんな人間に部長なんて務まるのか？社内で君の悪い噂が聞こえてきているので、今日はそれも含めた視察なんだ。という、部長の顔はどんどん青ざめる。真鍋さんはそれを無視して、では仕事を始めてください。と言った。部長は目に見えてイライラしている。社長の目もあるので、表立って何かを言ってくることはないが、俺のデスクの後ろを通るときに、わざと俺にぶつかってくるし、小声で嫌味を言ってくる。やることが小学生以下だ。お前、余計なことをしてくれたな。そう後ろから囁かれたので、思わず振り返り。僕が英語を話せるわけがないと思って、わざわざ英語で挨拶しろなんて言ってきたんですよね。自分のことを棚に上げて、何なんですか？部下に恥をかかせて、それが自分の恥になると思わないんですか？と言ってしまった。社長の視線がこちらに向いたので、部長は慌ててその場を去っていく。その瞬間、俺宛ての着信があると言われ、電話に出た。はい、ありがとうございます。俺は先方の言葉に勢いよく返事をする。そして電話を切り、喜びをあらわにした。相田くん、もしかして隣の席の上川に声をかけられたので、俺は勢いよくうなずいた。受け持っていた大きな案件が無事に決まったのだ。すぐに部長に報告しようとすると、部長の姿がない。キョロキョロしていると、真鍋さんに声をかけられたので、俺は案件が決まったことを報告する。すごいじゃないか、快挙だよ。真鍋さんも喜んでくれて、すぐに社長まで話がいった。すると、真鍋さんが社長に、あの案件、彼を中心に任せてみてはいかがでしょう。という。俺は何のことかわからず首をかしげたが、社長は、ああ、そうだな。と言ってうなずいた。部長はタバコでも吸いに行っていたのだろう。俺が社長と話しているところに部長が戻ってきたので、俺は部長に案件が成功したという報告をした。ああ、よくやった。と、口では言っているものの、部長は青筋を立てている。社長はそれに気づいていないようで、相田くんに任せたい仕事がある。と言い出した。とある外資系企業とのプロジェクトで、もちろん英語が必須になるし、適任者がいなくて悩んでいたという。そこで、俺に白羽の矢が立ったそうだ。真鍋さんが、本来なら部長に任せようと考えていましたが、ここ数時間見させてもらっただけでも、部長は適任とは思えなかったので、取りやめました。という。部長は悔しそうに唇を噛んだ。俺は、はい、ぜひやらせてくださいと返事をし、部長に向かって、部長の出世の足を引っ張らないように頑張りますと言った。すると、周りから笑いが起こる。俺は社長と真鍋さんに向かって、いつも僕は中卒だからと、部長に出世の足を引っ張るなと言われていたもので、という。部長は俺を睨みつけるが、言い返すことはできないようだ。その後、社長らが視察を終えて帰ると、俺は部長に呼び出される。嫌な予感しかしなかったので、俺は隣の席の上川に部長から呼び出されたことを話し、指定された会議室に向かった。案の定部長は俺に向かって、ふざけるな！お前のせいで俺は面目丸つぶれだ！今からでも遅くない！あの真鍋とかいう役員に連絡して俺の功績を伝えろ！と言ってくる。功績って何ですか？名門大卒の部下しか可愛がらないということですか？学歴で部下にランク付けをしていることですか？それとも、自分の仕事を部下に押し付けて、いい評価だけ自分のものにしていることですか？俺は心底頭に来ていたので、言いたいことを言ってやった。部長は、うるさい！アメリカの名門大卒なんて証拠もないのに、どうとでも言えるだろう！アメリカの女はお前みたいな中卒が好みなのか？どうせお前の嫁なんてろくでもない奴なんだろう！と言ってきた。俺は手を出しそうになる衝動を抑えて口を開く。妻は素晴らしい人だ。部長に何がわかるんですか？会ったこともない人に対して、よくそんなことが言えますね。部長こそ、名門大卒なんて信じられません。確かに、学力はあったのかもしれませんけど、それ以外の人間性、社交性、一般常識、どれをとっても小学生以下じゃないですか。そこまで言うと、部長は俺に掴みかかってきた。その時、会議室のドアが開く。そこまでですよ！部長の暴言はすべて録画させてもらいました。明らかにパワハラですよね。スマホを構えながら入ってきたのは上川だ。部長は俺を突き放し、お前ら、覚えとけよと吐き捨てて出て行った。その後、俺は真鍋さんに相談し、上川の抑えてくれた部長のパワハラの証拠を渡した。部長は降格。しかも降格した途端、今まで部長についていたエリート社員たちは手のひらを返した。降格した人に興味なんてありませんと言われている現場を見てしまい、俺は思わず笑いをこらえた。元部長は今まで見下していた平社員に降格すると、周りからの視線に耐えられなかったようで、いつの間にか退職したそうだ。俺は新しいプロジェクトを任されて充実している。妻も喜んでくれているし、妻と娘の笑顔にいつも癒されている。真鍋さんと上川にも感謝だ。今は休憩時間のはずだが、なぜ君だけ休憩を取らないんだ？今日は本社から本部長が来ている。目的は視察だ。俺は気まずさから思わず目をそらしてしまう。いや、これはチャンスだ。内なる自分の声が聞こえた気がして、俺は恐る恐る口を開いた。俺の名前は佐伯。28歳の会社員だ。実家の近くにアパートを借りて一人暮らししている。俺が小学生の時に父と離婚してから母が俺を必死に育ててくれた。養育費とパートの稼ぎをやりくりして、大学まで出してくれて、本当に感謝している。これからは俺が母さんに親孝行していかないとな。今の会社に新卒で入った時、俺は希望に満ちていたと思う。俺が所属しているのは営業部。忙しいながらも充実した毎日を過ごしていた。最初だけは。現在、そんな充実感はまるでなくなっていた。終わりのない大量の仕事。休憩も与えられず、俺は出勤と同時にデスクに縛り付けられるような毎日を過ごしている。なんでそんな状況になっているかって？正直な話、俺にもよくわからなくなっている。もう感情が麻痺しているのかもしれない。きっかけはおそらく1年前の出来事だ。俺は新人気分も抜けて業務に励んでいた。今にして思えば運も大きく絡んだとは思うのだが、俺が主体となってかなり大きな商談をまとめたのだ。功績は大きく、支社長や本社社長自ら俺にお褒めの言葉をかけてくれたほど。俺は嬉しくて次も頑張ろうと意欲を燃やした。だが、そのあたりから周りの様子がおかしくなる。ちょっと運が良かった程度ででかい面すんなよな。調子に乗ってる佐伯くんには今日からとびきり厳しく接します。今後はお前だけ休憩なし。課長のセリフから俺が評価されたのが気に入らないと分かった。この程度の嫌味ならまだ耐えられたのだが、悪夢はここから始まっていく。毎日課長に暴言を吐かれ、営業担当は他の同僚に回され、俺はデスクに縛り付けられる日々。そう言いたくなるほどの仕事量だ。お前は雑用の方が向いてるよ。課長は、そう言って笑う。外回りをする営業マンから一転、俺は同僚たちの商談の資料や書類を作る係のようなものになってしまった。しかも、細かい雑用まで俺にやらせる始末。俺のストレスはすぐに限界に達し、部長に訴えたのだが、まあ、課長がやれって言うなら仕方ないんじゃない？面倒ごとはごめんなんだよ。別に仕事をもらえないよりいいだろ。こんな感じで、我関せずという態度で当てにならない。管理職2人がこんな調子だから、同僚たちも見て見ぬふりだ。俺と目が合っても気まずそうに目をそらされてしまう。先輩や同僚たちとは仲も良かったのにショックだ。最初はもちろん反発する気持ちもあったし、いっそ転職を考えようと思った。だが、現実はうまくいかない。終わらない仕事。しかも、課長が目を光らせていて、休憩も取れないのだ。母や忙しくしている友人たちには、相談できなかった。一人で悩んでいるうちに、体は疲れ果て、思考も麻痺していく。ありきたりな例えかもしれないが、俺は、ただ無心で与えられた仕事をこなす、ロボットのようになっていった。そんな、ある日の出来事だ。今日は、営業本部長が直々に視察にやってきている。普通であれば、営業成績の向上や、顧客のニーズを把握するために視察に来たのだろう。だが、なぜ営業本部長が直々に？俺はそこまで考えて小さくため息をついた。俺には関係ないじゃないか。現に本部長は部長たち管理職とばかり話をしている。顧客の担当をしている同僚たちは話を聞かれたりしているようだが、事務仕事に明け暮れている俺に、声がかかるはずもない。そういえば、今日はまだ課長に嫌がらせをされていないなと気づく。いつもなら仕事の最中に暴言や嫌味を吐くためだけに、俺に近寄ってくるのだが。ふと、俺は今朝の出来事を思い出す。俺が出社するなり、課長が近寄ってきてこう言った。いいか？今日は本部長が視察にお見えになる。お前は余計な真似をせず、いつも通りデスクで仕事をしろ。本部長に近づくんじゃないぞ。つまり、俺が自分の状況を告げ口しないよう、釘を刺したのだ。さすがに本部長がいるときは、課長も何もしてこれないか。俺はそう思いながら、さりげなく課長の様子を伺う。本部長に付き従う間も、しきりにこちらをチラチラと見ているあたり、よほど心配のようだ。部長はというと、真面目そうに本部長の話にうなずいているが、時折隠れて面倒そうな顔をしていた。部長はとにかく面倒事が嫌いらしい。しばらくして課長が本部長と部長、それから部下数名をお昼に誘う声が聞こえてくる。ああ、もうそんな時間か。時刻は昼休みの時間を指していた。だが、俺には関係ない。と、俺はため息をつく。今日も俺はデスクから動けない。後になって異常だと分かっても、今の俺にとってはこの状況こそが普通なのだ。うちの社内規則では、デスクでの食事は禁止されているため、部署のみんなは食事のために席を立っていた。デスクに残って寝ている奴もいるのか、静かな空間にかすかにいびきのような音が聞こえてくる。俺は小さく息をついた。もう何度目のため息なのかもわからない。資料の山を丁寧に仕分け、資料作成をしていく。作業をしていく途中、ふと指が止まった。この一年で営業マンとしては成長が止まったかもしれないが、資料や書類の作成だけはとても上手くなったように思う。とはいえ、素直に喜べるわけじゃない。どれほど上手になっても、誰も認めてくれないのだから、やりがいを感じるはずもないのだ。本当に俺、何やってるんだろう。自分の考えに浸っていたら、無にしていた心に、虚しさがにじみ出てくる。俺は、ぽつりとつぶやいた直後。今作っている資料かい？ああ、見やすくて簡潔で、とてもよくできているね。ああ、佐伯くんというのか。唐突に真後ろから声が聞こえて、俺は驚いた。大げさすぎるくらい肩が跳ね、心臓の鼓動が速くなる。慌てて振り向くと、なんと本部長が立っていた。俺たちのデスクには、それぞれ卓上のネームプレートがある。本部長はそれを見て、俺の名前を認識したのだろう。課長たちとお食事に行ったのでは？俺がしどろもどろに言うと、ああ、驚かせてすまない。確かに食事に行ってたんだが、食後に課長が部下と話し込んでいる隙を見て、先に戻ってきたんだ。そうしたら君が熱心に作業していたから気になってね。感心したように、本部長は微笑んでいる。ところで、なぜ君だけ休憩を取らないんだ？熱心なのはいいが、もう昼休みも終わってしまうよ。少し一息入れてきたらどうだね。当然の疑問だろう。俺は気まずさから目をそらした。だが同時に、これはチャンスなのではと気がつく。俺は勇気を出し、恐る恐る答えた。なんというか、僕に休憩時間はありません。そういう決まりなので。本部長は、あ、決まり。と、あっけに取られる。俺が理由を話すと、本部長は深刻そうに眉を潜めた。次の瞬間、部署内に人の気配が強くなる。食事に出ていた面々が次々に戻ってきたのだ。満足そうにお腹をさすりながら、デスクに戻ろうとしている課長の姿もあった。本部長はまっすぐに課長のデスクに向かう。課長、ちょっと来てもらってもいいかな？本部長はニコリと笑い、課長に言った。笑顔の裏から滲み出る、凄みのような空気を差し。なんですかいきなり。と、課長は慌て口ごもっている。それから、はっとした顔になり、俺を睨みつけた。部長、君も頼むよ。それから。本部長は、再び俺の元へ歩み寄り、優しげに笑う。佐伯くん、君も来てもらえるかな。手短に済ませるから。その後ゆっくり、お昼を食べるといい。他の同僚たちが、心配そうな表情で俺たちを見ていた。一年もよく頑張ったね。もう心配しなくていい。本部長の優しげな言葉が、俺を正気に戻してくれた気がする。俺は大きくうなずき、本部長についていった。空いている会議室に入るなり、本部長は課長と部長を睨みつける。話は佐伯くんから聞いたよ。毎日過剰な仕事を振り、挙句には休憩も認めていないそうだね。しかも暴言や嫌がらせまでされていると聞いたが、どういうことか説明してもらおうかな。課長と部長は揃って青ざめ、汗を流していた。押し黙っている二人を見て本部長はため息をつく。ああ。公私混同はしたくなかったが、この際仕方ないだろう。修二君、説明しなさい。俺は、頭の中に疑問符が浮かぶ。修二って誰だ？ポカンとしている俺に向かって、課長だ。と部長が短く告げた。言われてみれば確かにそんな名前だった気がする。ずっと名字か課長と呼んでいたから、名前まではすっかり忘れていた。課長は、うつむいたまま、拳を握りしめている。課長にはきつく口止めしといたから、佐伯くんたち一般の社員は知らないだろうけど、課長は私の親戚でね。昔彼の両親に頼まれて就職を手助けしたんだ。本部長、その話は？唐突に投下された暴露に、課長は慌てふためいた。課長はコネ入社だったのか。本部長の口止めのせいもあっただろうけど、課長自身もコネ入社だと知られたくなかったから、周りに言わなかったのだろう。部長は上司というのもあって、知っていたようだ。俺は課長が気弱なうちにと思い主張を始めた。私は、1年前から、課長に嫌がらせを受けていました。部長にも、同僚たちにも助けを求めましたが、管理職2人が私にひどい扱いをするので、同僚たちも今まで助けてくれませんでした。課長と部長はいきなり語り始めた俺にぎょっとして、それぞれが俺を黙らせようとあれこれ口を挟んでくる。やめないか。今佐伯くんが話しているだろう。本部長の一喝で、課長と部長は苦々しい顔で黙り込んだ。情けないかもしれないが、俺は涙が止まらなかった。この1年で初めて俺の話をまともに聞いてくれた本部長に、感謝の気持ちが止まらない。そんなに嫌だったなら言えばよかっただろう。子供みたいにみっともなく泣きやがって。そうだ、いっそやめればよかったんだ。課長の言い分に、俺はとっさに怒鳴り返した。やめたかったですよ。でも母を思うと、頑張らないと。やめるにしても次の職を決めたからと思って。でも、そうしているうちに、仕事ばかりが山積みになり、休憩もないせいで、毎日ヘトヘトで、気づいたら無心になっていたんです。涙混じりだったせいで、聞きにくかったと思う。感情的に任せていったせいで、わかりにくくもあったはずだ。だが、本部長は真剣に聞いてくれている。異常だ。管理職二人が揃いも揃って。修二君。いや、課長に部長。君たちは佐伯君をここまで追い詰めて何がしたかったんだ？本部長の冷たい目が課長と部長を見つめている。部長が咳払いをした。お言葉ですが、本部長は先ほどから佐伯君の主張ばかりを聞いておられます。確かに佐伯くんにはハードワークだったかもしれませんが、仕事量や休憩の有無に関しても証拠がありません。確かに佐伯くんの精神状態を気にかけてやれなかった落ち度は我々にもあるでしょうが、それをハラスメントだと責められるのは不当かと。部長の発言に課長は大きくうなずく。そして、どうだと言わんばかりに俺にドヤ顔を向けてくる。俺が奥歯を噛み締めていると、今回、なぜ私自らが視察にやってきたと思う？いきなりの話題の方向転換に、俺たちは首をかしげる。本部長は、俺に対して頭を下げた。すまない。さっきは、たまたま君が気になったから声をかけたと言ったが、それは嘘だ。本当は佐伯くんを知っていたんだ。君が課長たちから嫌がらせを受けていたのも知っていた。さっきも言ったように、課長は私の身内で、しかも採用をした責任もある。だからこそ、私が直々にやってきたというわけだ。佐伯くん、課長の身内として心から謝罪申し上げる。本当に、申し訳ございませんでした。そんな、本部長は何も。とにかく頭を上げてください。俺が戸惑って言うと、どういうことですか？課長が震えた声を上げる。本部長はスーツの胸元からあるものを取り出す。出てきたのは USB メモリだ。デジタルの記録媒体であり、小型なのに反してかなりの量のデータが保存できる。君の部下たちが集めたものだ。君たちの悪行の証拠だよ。課長の暴言も部長が我関せずとしている様子もしっかり記録されている。君の部下が佐伯くんへの嫌がらせをやめるよう訴えた時の録音データもあるよ。君は口汚く部下を罵り、次はお前を標的にするぞと脅しているね。これ以上の証拠はあるのかな？思わぬ事実に耳を疑った。同僚たちが陰ながら動いていてくれたのか。本部長によると、同僚の一人が、本社に直接証拠を持ってきたらしい。そういえば先月、本社へ出張に行った同僚がいる。その時に渡したのかもしれない。申し訳ございません。佐伯くんもすまなかったね。私は課長に言われて仕方なく、ほら、私は課長が本部長のご親戚だと知っていたじゃないですか。ですから、課長に脅されて。はぁ、手のひら返しなんてあんまりじゃないですか。やるなら騒ぎにならないように気をつけろよ。面倒ごとはごめんだって容認していたじゃないですか。部長だってしれっと自分の仕事を佐伯に投げていたくせに。部長と課長の醜い罪のなすりつき合いが始まる。その光景を見ていたら、途端に俺は馬鹿らしくなった。私は、課長も部長も許しません。どちらに対しても厳しい処罰を求めますし、弁護士に依頼して、お二人を訴えたいと思います。こんな奴らのために、俺は辛く苦しい日々を過ごしていたのか。俺の発言に、言い争いがピタリと止む。呆れ果てたと言わんばかりの表情で、本部長が言う。二人とも同罪に決まっているだろう。もう支社長にも、もちろん本社社長にも報告済みだ。覚悟しておけ。本部長は息を整え、課長に向き直った。課長、君には本当にがっかりだ。いわゆるコネ入社となるのだから、より一層周りに迷惑をかけず、真面目に取り組めと言い聞かせていたのに。入社から何年も経ち、課長にまでなったからと気を緩めていた私が大馬鹿だったようだ。支社長、本社社長の両名にすでに伝わっていると知った部長は、すっかり青ざめて戦意喪失している。部長は黙って土下座の姿勢になり、そのまま動かなくなった。課長は本部長の足元に膝をつく。お願いです、本部長。私には家族が。つい家庭での鬱憤を佐伯くんにぶつけてしまったんです。課長によると、家庭での問題、奥様との不仲によるストレスを、たまたま目についた俺にぶつけていたんだそうだ。イライラしているところへ、いい業績を作って褒められる俺を見るのが非常に不愉快だったらしい。一度やったら歯止めが効かなくなったのだとか。そんな自分勝手な理由など同情の余地もないだろう。俺の方こそ不愉快だ。この後に及んでも謝罪しないのですね。俺が言うと課長ははっとして慌てて土下座の姿勢になる。申し訳ございませんでした。俺は部長と並んで土下座する課長に言い放つ。言われてからする謝罪なんて何の意味もありませんよ。さっきも言いましたが、私は絶対に許しませんので。俺は本部長に促され、会議室を出た。後日、課長と部長は懲戒解雇となった。俺は今や無職になった二人にそれぞれ慰謝料を請求している。本部長がいい弁護士さんを紹介してくれたおかげで話はスムーズにまとまりそうだ。課長と部長に自分の気持ちを伝えた後、同僚たちが揃って俺に謝罪してくれた。最初は火の粉を避けたいと見て見ぬふりをしていたのは本当のようだが、両親が耐えられなかったという。正直複雑な心境だ。以前のような仲に戻れないけど、証拠を集めてくれたことへの感謝の気持ちだけはしっかり伝えた。同僚たちはパワハラを知らん顔していたと、他部署に白い目で見られながら働き続けている。それぞれ厳重注意や減給などもあったようだ。俺はというと、異動して人事部で働いている。将来的に人事部が兼任している労務の仕事に関わっていきたいため、社会保険労務士という国家資格の取得に向けて勉強をしている最中だ。自分の経験を活かし、今後はハラスメントで苦しむ人の役に立てたらと思っている。働きながら資格取得は大変だと思うが、頑張ろう。